終了。討伐終了。かわいい。彼を探しに行かないとね。そうだね。どこにいるのかな。あ、いた。あ、ハベルカ見つけた。デビルクラッシャー。うるせえわ。ここにいる。お前を助けに来たんだ。まさか世界征服がすでに終わり、最後の締めとしてこの俺を倒しに来たというのか。なんてことを。俺がもっと早く倒せていれば世界は。もう一人で行動しちゃダメじゃん。早く帰ってドランおじさんに謝りなよ。おじさん怖いんだから怒らせないの。ほう。プリムが奴を連れ戻そうとした本当の理由は、西方兵団の兵団長に叱られたくないからなのか。どうかな。ドランスキー兵団長は怒るととっても怖いのよ。プッちゃんの気持ちはよくわかるわ。普段は高校屋といった風邸の方だよね。そんな風には見えないけどな。バケル、切れたドランはモンスターも裸足で逃げ出すくらい怖いんだぜ。モンスターはすでに裸足だろう。だったらなぜ怒らせるようなことをするんだ。闇夜に浮かぶ満月の導きによって、俺はここに制約を立てる。わかんないよ。闇に飲まれよう的なことはわからん。混沌に陥ったこの国の闇を払い、新たな奇跡の光を見出すと。だからどうしたいんだよ。おいラーツ、やつは先ほどから何を言っているのだ。とにかく西方兵団には戻らないとかなんとか。なんでラーツはわかるの。もしかしてラーツくんも中二病だったのか。それでは一応戦姫との会話は成立しているんだな。いいえ、全く成立していません。それぞれ好き勝手に喋っているだけです。ひでえ。ラーツ兄さんすごいね。彼の言葉が理解できるんだ。当然よ、ラーツにもああいう時期があったもん。中二病って言ったかしら。それ言っちゃダメだよ姉さん。そういう言葉言わなくていいの。ならばラーツ、彼の言葉を翻訳してくれるか。冷静に言うんじゃねえ。わかりました。注釈をつけましょう。注釈をつけるの。下につくのかな、カッコで。そんなのいいから早く帰ろうよ。早く謝ればドランおじさんだって許してくれるよ。愚か。遥か西の時代より宿命づけられた使命を放棄しろというのか。一応ラーツの解釈によると、お前ほんと人の話聞かねえなと。だってドランおじさん怖いんだもん。連れて帰らなかったら叱られるの私だもん。そんなの絶対に嫌。志を違えたものなど不要。俺が真に求めるのは希望の光を共に追い求めるものだけだ。で、話が合う人がいないから帰りたくないんだよと。ただのわがままじゃねえかこいつ。そうだ、何か手土産を持って行ったらいいんじゃないかな。見事なすれ違いだな。一応同時に翻訳してそれを聞いてるんだな、こっちは。呆れて物も言えない。でもどうするの。このままじゃずっと意味のない言い合いを続けるだけだよ。多分ラーツが乗り込んでって同じこと言って連れ戻すんじゃないかな。てか仲間になるんじゃない。ラーツに任せればいいと思う。ほらこの子ならきっと彼の心を開いてくれると思うわ。まあ予想通りだよね。ラーツぶち込もう。うん、それもそうだ。行けラーツ。さあ行こう。わかった、やってみるよ。ねえキッちゃん、
ちょっと変わってくれる？ああ、よろしく。私じゃ説得できないっぽい。さあ、どうするか。閃光を放つ者よ。不遇な境遇を嘆く前に、しかるべき道を指し示すべきだ。そんな長いこと喋ってのに、役だと今の兵団嫌なのっていう。の宿命を理解する者がここにいるだと。まあ、これはなんとなくわかるわ。え、俺の言葉がわかるの？さすがは元中二病、一瞬にして打ち解けたぞ。多分ね、元はつかないと思うの。現中二病なんじゃないかな。みんなのいる前だと普通に喋ってるけど、一人の部屋になると左手がとかいう感じ。今、星の導きがあった。仲間だった。俺の目指すべき道はここにあると。あんたとは話し合いそうだから、この兵団に入る。志を共にする者よ。今後何時のことは先輩なんだ。マグナサクリファイスと呼ぼう。あのさ、別にさ、いいんだけど、せめてさ、振り仮名振ってくんねえかな。多分偉大なる先駆者ってところの、なんかマグナサクリファイスっつった今。で、書いてくんねえかな。もう。で、まあ、役が、よろしくお願いします、先輩。あらあらあら、まさかの急展開よ。一応あっちにも聞こえるように役は言ってある。おい、ラーツ。そいつを西方兵団に送り返すのが、俺様たちの仕事じゃねえのか。さあ。そうだった。しまった。敵、仲間に、返すんじゃなくて仲間にしちゃったよ。待って、このままハベルカをドラゴンのところに連れて行ったら、絶対にものすごーく怒られるよ。連れて帰らない時点で怒られるのにさ、まだうちの兵団で預かってよみたいなこと言ってるけど大丈夫から、おじさんの怒りが収まるまで静かにしてた方がいいと思うの。収まらないと思うよ。そうだよね。ぶっちゃんがそう言うならその通りにした方がいいと思うよ。全員怒られるんだろ。ラーツ、お願い、一瞬だけでいいの。ほんのちょっとだけおじさんのところに行くのは待って。わかった。僕にも責任があるし、なんとかするよ。本当？やったー、ありがとう。ラーツならそう言ってくれると思ってたの。大丈夫これ？俺心配なんだけど。さすがはマグナサクリファイス。何時のため、俺はきらめく星となろう。もうありがとう先輩、俺頑張るじゃねえわ。帰れさっさと。ああ、うん、もう好きにして。面白いことになってきたな。そう、あらあら、ダメよアーくん、あんまりラーツをいじめるとお姉ちゃん本気で怒るからね。いじめてはないと思うよ。さあ、お兄ちゃんのところに戻ろう。どう？まあ、戻るまでは変わんないみたいだわね、ここも。さて、で、多分、仲間になってんじゃねえの？あった！武器は？武器がわからん。あれ？あ、ユリか。びっくりした。誰かと思ったわ。全員いる？どうした？大丈夫？その鳥を下ろせ！え？やあユー！せっかく捕まえた人質だもん。クソすぎる。空間に話すわけないじゃない。なんだその話し方？くそ。
話してるじゃねえか。捕まってねえけど。あら、ようやく戦姫様のご登場ね。ずいぶん遅かったじゃない。待ちくたびれちゃったわ。あれ、そんな話し方だったっけ。あれ、女将軍さん、なんでこんなところにいるの。笑っちゃうわよね。王様がこんな鳥だなんて。国民が哀れだわ。ああ、かわいそう。でもまあ、いくら鳥でも王様は王様。この鳥の命が惜しければ、私についてきなさい。こんなキャラだったっけ。あれ、おかしいな。やだ。あれ、そういうと思う。嫌なの。やだ。どうした。あんた、この鳥の命が惜しくないの。王様なんでしょ。困らないの。別に困らないよ。だってその子そろそろ食べ頃だなって思ってたから。ちょっと食べないで、王様、お兄ちゃんだよ。なんて非常な。王様を食べるなんてひどすぎるわ。ちょっと待ってね。手に持ってたわ。手に持ってるのもそうだけど、こっちにもさ、マリーさんの後ろにもさ、王様いるんだけど、おかしくね。もういい。この子の命は私が守る。どうしたよ。土地狂ってんじゃねえかこいつ。何を言ってんの。なんか、あなたが来ないとこの子を殺す。だったら来い。食べるために育ててたから行かない。じゃあ守るってどういうことだよ。おかしいだろ。こんなところに置いといたらこの子は不幸になっちゃうもの。何を言ってんだ。意味がわからねえよ。じゃあなんで来たんだよお前。しかも抜けてくのかよ。あ、いや、アヒル専用179号が。あ、王様じゃねえか。あれ、などういうこと。追いかけて。アヒル専用179号が誘拐された。アヒル専用179ってなんだよ。おかしいだろう。落ち着いてください陛下。夕食のおかずが一品減った程度で取り乱さないでください。あ、何、本当に食べるための。てか王様じゃねえじゃん、さっきの。だからなんで食べるの。ペットだって言ってるじゃん。食べないでよ。食べないでよ。1478匹は食べられたということか。多分目の前の戦姫さんじゃないかな。カロスさん、正解です。正解じゃねえわ。アヒル1479号。おお、いいよ。どんだけアヒル飼ってんだよ。兄ちゃん、あの子を食べられなかったのがそんなに悔しいんだね。そもそもさ、王様を捕まえたから来いって言ってたよね。あれ、おかしくね。なんだ、なんかおかしい。だからなんでペットを食べるの。いい感じになったらすぐにギュッて閉めちゃダメだって何度も言ったのに。怒ってる。陛下の気持ちも分かってあげて。最後のお別れをしている時に乱入され、連れさらわれてしまったのだ。どうした、何、おかしいよ。お別れがきちんとできなくて心を痛めているんだよ。閉める前にお別れとは、なんと残酷な話だ。お別れができるだけマシだ。以前など何も聞かされずに食卓に上がり、後で知って号泣することがザラだったぞ。ひどいな。1478号までのガチョウは、わーい、今日は鶏肉だよって言って食べてたら、あれ、いなくねみたいなことでしょ。ひどすぎるだろ。いずれにしても流されるのか。もう、だったら買わなきゃいいんじゃねえのか。どうあがいとって食われるんだからよ。あ、そうか、王様ガチョウが好きだったっけ。だからガチョウ飼ってんのか。あら、ルー君と
から分かってないわね。はい、どういうこと言ってる。ひなたが育てた鶏は絶品なのよ。ね、ラーツ。お姉ちゃんもちょっと狂気すぎるけど。姉さん、その話はやめて。あら、ラーツったら覚えてないの？最悪すぎる。あなたがカラーひよこから育てた鶏のひーちゃん、美味しかったじゃないの。ちょっとやめてよ。ごめんね、ひーちゃん。助けてあげられなくて。で、多分出かけてる最中に今日の夕飯でバーンってやられたんでしょ。助けられないよ。この国はそういう食文化なんだな。違うわ。生類は卵も食べられますし、本体も良い食料となりますからね。やめてよ。陛下が寵愛したペットの鳥類は、それはまた格別な味でしょうね。はいはい、ありがとう。そんなこと言われても全然嬉しくないけど。ふん、さすがにペット食われたら嬉しくないわ。今のはお世辞じゃなくて本心だったのに。本心じゃねえ、本心じゃねえわ。アヒルの話はともかく、ルイーゼを追いかけなくてよかったのですか？だって王様いるしな。あ、忘れてた。アヒル1479号。陛下、ルイーゼを追跡させていた部下から報告が入りました。本当？さすがは DJ、 助かるよ。彼女はベンティタペットへ向かったということです。プリム、早急にルイーゼを追いかけなさい。早いさー、早いさー。キリッてした。そしてアヒル1479号を必ず助け出すのだ。助け出したら食われちゃうけど。合点承知。必ずお兄ちゃんの前にやめて。1479号の丸焼きを持ってきてあげるからね。だから食べるな。あー、もういいから行って、早く行って。アヒル、あれ、なんか人数おかしくない？そうだ、増えてるんだよ。8? あれ？ん？じゃあ、行ってきまーす。陛下、非常に言いにくいのです。あ、やばい、来てる。西方兵団の兵団長、ドランスキー将軍が怒鳴り込んできていますが。どうしていいよ。怖いよ。では僕はこれにて失礼します。あ、逃げる。自分も職務に戻ります。やめて。二人とも俺を見捨てるぞ。それでは今回はここで終わりたいと思います。ここまで見てくれた方ありがとうございました。 Twitter のフォロー、チャンネル登録いかがでしょうか。次回もよろしくお願いします。